こんにちは、キーです。ニャーです。フータです。今日はサンタさんから聞いた謎のおもちゃを開封していきます。はいはい、開けていきます。何です？何だろう。ちょっと何それ。これ片付かいどかな。こっち反対。待って、おもちゃの名前書いてあったよ。あ、本当だ。4D パズルズーデラックス全36種類。へー。牛、ガラガラヘビ、ペンギン、ツノトカゲ、カメレオン、ライオン、ゴリラ、クロサイ、ゾウ、シマウマ、シロクマ、キングコブラ、羊、キリン、エランド、オコジョ、オオカミ、トラ、シマリス、ピューマ、パンダ、オオカミ、シロ、ハリネズミ、ゾウガメ、アリゲーター、ヘラジカ、ヒグマ、コアラ、チーター、マンモス、セイウチ、ケサイ、ブタ、カバ、イヌワシ、サーベルタイガー。サーベルタイガーだけなぜか薄い。本当だ、本当だ。チーター、これ組み立てるの難しそうだね。そうだね、フータ。組み立てパズルなの、うん、そう。じゃあ袋から出していきます。なんだよこれ。カメ？なんか出てきた。あ、これゴリラだと思う。ほらこの足。え、カメだと思う。あ、カメかな。だってほら甲羅が。あ、本当だ、カメだ。間違えた。あ、本当だ。こういう足してるけね、こっち側は。組み立てていきます。じゃあお願いします。お願いします。はまらない。3人でやる。うん、3人でやった方が早そうだね。うん。こっちが甲羅部分、足、甲羅。あれ？足か何か。え、甲羅部分やね。足、甲羅、甲羅、甲羅、足、甲羅部分、甲羅。ほとんど甲羅じゃん。だね、甲羅でかいんだね。尻尾。尻尾小さい。これなんだと思う？甲羅っぽくもないし。これも足？え、わからない。わからない。一応足パーツは集めてるんだけど。同じようなのもあったよ。足ここにもある。うん、ありがとう。あ、謎の物体は謎の物体構成じゃ。そこ映らない。こうギザってなってるから2つ合わせるのかな。そうだね。そう？尻尾。それとも尖ってるところある？尖っているところ。え、こういうのってさ、外側なんじゃない？うん、そうだね。ここ影になっちゃうんだよ。ごめんね。難しい。すごい、なんかくっついてる。ここかな。これ、あ、違う。どれくらいの大きさなんだろう。あ、ここじゃない。こう、こんなこっちに来て、この辺。こういう感じになるのかな、これが。はまった。お、すごい。すごいすごい。慣れないか。慣れないね。じゃあこれかな。いや、こんな感じの見つけて。
これこんな感じ、こんな感じ、うん、こんな感じ、こんな感じ。あ、これ似てる、これとこれ。本当だ、本当だ、似てるけど、ってことは反対ってことかな。あ、またはまった。あ、うまい。全然わからん、どれがどれになるのか全然わからん。エコーじゃないよね、エコーじゃないよ。あ、これもなんかどっか似てるよね。え、これさ、あ、亀の頭だ、ほら見える、見えるかな、みんな見えるかな、みんな見えないね、影になってる、影になってるな。もうちょっと遠ざけた方がいいと思う。カメ、これぐらいかな。あ、本当だ、見えやすいよこれだったら。頭どこ行く、頭どこにつくのかな。似てるね、似てる似てる、なんか目みたいな感じだった、うん、確かに、ね、全然わかんない。なんか目じゃん。あ、はまった。これはなんだろう、うん、え、すごい、二人とも。あ、ここじゃない、あ、違うか、あれ、どっちだ、こうかな、あれ、ここ、ここかな。あまりそうなんだけど、そのだけカメさんの甲羅大きいのかな。どんだけ大きいんだろう、ちょっと見せて、このカメさんの甲羅。うん、それ違うじゃんね。ねえねえ、もしかしたらさ、これさ、裏じゃない、カメの甲羅の裏。そうなのかな、裏だと思うよ。もっこりしてないでしょ、そんなに。だからじゃない、裏、あ、お腹の方ってこと。うん、そう思うよ。あ、これは背中らへんかな。ほら、ちょっと貸して。わかった。似てるのがいっぱいあるな。あ、本当だ、これはまた、ほら。ねえねえ、これどうかな。あ、無理だ、はまりそうなのに。これは無理かな、これ。あ、むずい。手とかしてる。無理だ、尻尾らへんだから。カメの甲羅の最後らへんにあるよね。うん、あ、あった、はまった、はまったよ、ほら、はまったよ。見えないかな、こんな感じ。遠くからじゃ見えないね。ここら辺かな、ここら辺、こんな感じ。 OK、 増えた、すごいね。あとさ、このさ、お腹ら辺のところに来るんじゃない。あと、もうちょっとで、これでつきそうだね。背中の部分だね、これは。
ね、聞いた？これさ、結構これさ、結構さ時間かかりそうだね。うん、あっちは足はこっち側だよね。これもだし。これ足見っけたよ、全部。これにはここにはまるかな。あ、はまった。すごっ。ここにはまったよ。うん、はまったね。じゃあここに繋がるんじゃない？あ、まだか。ほら、繋がりそう。繋がらないよ。あ、繋がったよ。ほら、すごい。ここ足がここのすごいな。これ後ろ足だよね。わあ、すごい。足はどこにあるかは分かるんだけどね。これは頭。ああ。口は頭だった。なんかはまりそうではまらない。あ、しっぽ。あ、はまった。これでない形の部分が分かった。ここしっぽちゃんある？ん？これ？あ、これだ。これこれ。三角のところがあった。こっち側かな？こっち側だ。ちょっと分解します。あれ？後ろ完成だよ。あ、くっついたよ、ここ。お。これに甲羅を乗せていけばいいのかな。そうだね。あ、飛び散った。違う、飛んだ。飛んだ。違う。ここできたよ。すごい綺麗にできたね。うん、これがここに来る。あ、ほんとだ。すごい、すごい。その前に前足をつけなきゃ。前足これじゃない、2個しかないけど、これだと思う。じゃあここに来るんだね。うん、ここかな、こういう感じかな。入んない。じゃあどうやるんだろう。見せて。
え、これ無理やりすぎ？その前にここに何か来るはずなんだ。なんかわからない物体があるけど、これじゃない？わからない物体が必要なのかもしれない。そうかね。あ、これもわからない物体だ。そうだ、なんかこれもわからない物体なんだけど。あ、わからないください。はい。あ、ね、見て。こういう感じかな。あ、でも合わないよ。これ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 。はい。どうぞ。アッパマオ。アッパマオ。アッパマオどこかに。頭が動いてる、いた。頭が動いてるよ。なんだろう。足かな。外股？内股？顔が一人でに動いてるよ。さっきのでよかったのかな。足こっちにあるよ、こっちも。はい、どうぞ。これかな、じゃあ。あとこれもわからない物体だ。あ、そうだ、ここにくっつけるんじゃないこれ。あ、やりにくこうだった。ん？でもちょっとなんか違うような気がする。ほら、そうだね、そうだね。え、多分違うね。すごい大きくなる。こうしても違うね。あれ、どうするんだこれは。じゃあ、あ、合ってるじゃんこれ。どうやって入れるんだ。あ、それ閉じる前に入れなきゃいけないじゃん。閉じる前に。あ、そういうことか。閉じる前に入れなくちゃいけないよ、みんなは。頑張ってね。その前に首貸して。これを作る人も。はい、首。難しいね。はい。これ作る人、苦労がちょっといる。手で見えない。ああ、けど手がないと取れない、つかない。どっちかを先にはめたら。手とかして、ふぅ。もうちょっとでできるね。逆逆逆、こっちか。あ、そっちだ。いや、はまらないの。やった、完成。すんごい下向きなんだけど。本当だ、すんごい下向き。なんでだろうね。これ動かないの。うるるるん？あ、こうだ。反対向きじゃないんこれ。反対だ、これだと。あ、本当だ。え、首が反対？いや、あ、反対だってよ、みんな。反対だよ、反対だよ。ごめん。ポコポコ。これだけね、抜かして。こっちが反対だったんだ。こっちが反対、こっちが反対。今日また分解されちゃったよ。そうだよ、助けて。位置が分かんなくなると分からなくなっちゃうから。そうだね。うん、画面なんてどこにもな。ゾウガメってなかった。ゾウガメあるよ。あれ、カメじゃん。うち、あー、本当だ、あった。はい。ん、これどこだ。ゾウガメの24番これだね。本当だ。ちょっとイメージ違うような感じがするね、これ。なんかこれでイメージ違うような感じがするんだけど、ほら、影で。ほら、影でね。気のせいかな。
ねえ、頭。はい、頭。よし、頭をつけるよ。イエーイ、完成、やったすごいね。ちなみに、ちなみに、この中では24番だってさ。本当だ、このカメがこんな感じか。そうだね、そうだね。ブヒーブヒー、カメだぞ。どけてみて、こんな感じだったよ。すごいね、お腹までリアル。うん、ほんとだ、うん、本物みたいだね。本物もこれくらいあるんだろうね、多分。え、でもゾウガメ、ゾウ巨大、うん、ガメ巨大、ガメ2メートルくらいあるのかな。ニャより大きいんじゃない、うん、でそんなうちで飼わないわ。飼わないよ、当たり前じゃ。怖いよ。絶対飼わないよ、怖いよ。そんなのマシューで飼ったら分かれるわ。そうね、カメって人食べるんかな、分かんない。何食べるんだろう、草食。うん、多分そうだと思うけど。あとでさ、粘土の動画撮りたいんだけど。そうだね、粘土のスライムの動画どう。いいね。そうだね、そうだね。カメ、なんであなたまで言うの。スライムに入ってみたい。水浴びが大好きなんだ、亀だし。あー、水浴び気持ちいい。でも水浴びじゃないよ、スライムは。終わったらゾウガメが水色のタプタプスライムに入る動画作ってあげる。ゾウガメがいるのはちょっと緑っぽい苔が生えた腐ってそうな湖な気がする。でも綺麗な湖でいいよ。あ、そうだ、あ、そうだね、綺麗な方がいいね。ね、この子もう帰れないよ。返して入れないよ。カメはどっから生まれる。土の中から生まれるよ。ルーのスライムって言うんだけど、デメグジェ。実はこれちょ開かない、ね、ちょっと開け、じゃあ開けてくる。昨日の夜実は私作ってたんだ。あ、そうなんだ。じゃあこの中にダイブ、ジャパン。少なすぎる、少ないよ、少ないよ。しかも小さいよ。確かに、地味が大きいんじゃ、なんでだよ、僕は大きくないよ。行ってきましょうか。え、どこへ。ダイソー。え、ダイソー、行ってきます。じゃあね、じゃあね、バイバイ。